よし。サリー、多分サムはあそこだ。ああ、あの塔って感じだな。ほら、こっちだ。すみません、すみません、そろそろ冷風がつく頃か。悪いな、こっちだねと。いたぞ、おい、こけ、邪魔だよ。まだ生きてる。
だろ。すまない。ほら急ぎ。あそこだ。サムのところに行けそうか。いや、あそこだ。分かってるって。おい、ネイト。ネイト。ほら、ハンドルを。
早く出ないと。ヤツが助かったわけがない。やばいな。すげえ。無事か。さあ行こう。大丈夫そうだ。ああ旦那。プロデウスクオリセンシア、簡単な暗号みたいだ。神と自由のため、奴らのモットーだ。手がかりを見落としていたとはな。二人とも無事だったか。無事なんてもんじゃない。リバタリアを見つけた。リバ何だって。リバタリア、エイブリーが築いた海賊の王国さ。ああ、というよりも海賊の楽園だな。で、肝心のお宝は。まあいいから聞けよ。この場所は何百、いや何千にも及ぶ海賊たちのアジトだったんだ。そこで共有してた物や資源とか。金も宝物庫だ。全てそこに共有してた。なるほど。で、どこなんだその海賊の楽園は。ここだ。この島さ、キングスベイの北東。で、レイフもこの情報を。ああ、でも暗号を解読する頃、俺たちはもうリバタリアだ。つまり宝は俺たちが手に入れたも同然。やべえ。マレーシアの仕事は順調。寄り道にしては遠くない。エレナ、違うんだよ。そうなの。でもこれを見る限り、ヘンリー・エイブリーの秘宝を探してるみたいだけど。それに街中を兵士たちがうろついてるってことは、他にも探してる人がいるみたいね。いや、だからまあそんなところだな。でも誤解しないでくれ。驚くだろうけど。何？とりあえずその彼はサムだ。サム・ドレイク、兄貴だ。どうも。すまん。
パナマの監獄で死んだと思ってた、ね、でもそうじゃなかったんだよ。俺のせいで15年間も監獄にいたんだ。脱獄に手を貸してくれた男に借りを返すためにはお宝がいるんだ。でも実はもう見つけたんだよ。少し沖に行ったとこの島にある。ねえ、ちょっと待って。マレーシアの仕事は嘘だったわけ？いや。もういい。な、待ってくれ。エレナ待てよ。わけわかんないわ。話そうとは思ってたんだ。もうたくさんよ。本当だって。でもなんて言えいい。正直に言えばいいじゃない。危ない目に遭うだろう。そんなの言い訳、話す勇気がなかっただけ。違う、こうなるって分かってたからさ。誰だってこうなるわよ。私を騙してた、何週間も。もし殺されてもその事実すら知らされない。それに今度はお兄さん、あなたは誰？おい、俺だよ。頼むって。今回は特別だ。信じらんない。サムを助けなきゃ。財宝なんかどうでもいい。この部屋に入ってきた時のあなたの顔、私に真実を話したなら自分にも正直になったらどう？飛行機に遅れるわ。好きなようにすれば。おい、何やってんだ。追いかけろって。まだ終わってない。終わらせるべきかもな。なんだって？別の方法でサムを救えるかもしれん。例えば？例えば別人になってもらって、そのどっかに潜伏してもらってたら。15年間も監獄にいたんだ、また潜伏だなんて。じゃあお前はエレナを追え。俺とサムでリバタリアに行く。俺抜きで二人とも殺されるぞ。そうか。いいか、俺はずっとこの仕事をしてきたんだ。これぐらい俺にだって役に立ちたいか、サリー。エレナを見ててくれ。わかったよ。なあおい、平気だ。支度しろ。いかねえさ、エレンのなら平気だって。エイブリーの財宝だ。喜ぶだろう。どうかな、今回ばっかは。